さあ、えー、この動画ですね、えー、ただで稼げる YouTube チャンネルの作り方についてお話しさせていただきたいと思いますであのこの YouTube チャンネルの作り方なんですけども、まあ、個人の人が、えー、例えばチャンネル登録者数を増やして、えー、YouTube から収益を上げるとか あのそういうチャンネルを作ってる人を目的にしたものじゃなくて、えー、今日お話しするのはこの企業の、まあ、いわゆる会社の YouTube チャンネルを作って、えー、売り上げ上げる売り上げにつなげるという方法についてお話させていただきますとでえっ、ー、とこれがあのえっ、ー、とまあうちの会社でまさにあのやった ことなんですけどもまあ、それについてちょっとお話しさせていただきたいなというふうに思います。で、まあ、うちの会社で、大体1年ぐらい前から、あの、振り返ってみるとですね、まあ、1年前はインターネットからの問い合わせっていうのゼ0件で、売り上げも本当に0円だったんですね。で、この時に、まあ、インターネットの まあ、集客に取り組もうかなと思って、まあ、インターネットの集客に詳しい、まあ、友達、知り合いに相談したところ、まあ、1年ぐらい必死に取り組んで、1ヶ月に1社、問い合わせ来るようになるぐらいが、まあ、関の山だよと言われたんで、まあ、ネット広告やった方がいいんじゃないっていうふうに言われてたのもあったんで、うん、まあ、インターネット上からちょっと集客ができないのかなっていうふうに思ってたんですけども、まあ、ちょっと、いろいろと工夫することで、 えーまあ、本格的に取り組み始めたのは、まあ、半年前ぐらいからで,で、まあ、間ちょっと空いたりとかしながらなんで、まあ、本当に集中してやったっていうのは本当数か月で、えー、それこそ、まあ、1分半とか5分ぐらいの、まあ、この間の動画を50本ぐらい作った結果で、えーまあ、うちの YouTube チャンネルから、まあ、月143本これ先月ですね え大体月100万円ぐらいにえ数ヶ月前ぐらいからなってきてで先月は143万の売上げを上げたとこの YouTube チャンネルからですねインターネット上から問い合わせを獲得してえ月143万円の売上げがプラスになったっていう形になってますんであのこんなにあの本当にインターネットに関してあの素人インターネット集客に関して素人のうちの会社がまあこれだけ成果を上げたんで まあ他の方でも当然やっていただけるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、これはあの、まあなんかこう、なんていうんですかね、すごい、えー、大きい企業じゃないとできないんじゃないかなっていうふうに思われる方もいると思うんですけど、まあ、本当に中小企業でもできるようなことです。うちもあのそんなに大きい会社じゃないんですけれども、まあ、やっぱりあの大手と同じように、えー、インターネット上で集客するっていう仕組みなんで、 まあ大手ととと同じよううにできるというところありますただああ全国どこでも田舎でもできるっていう方法ですねとであのうちの会社も千葉県の船橋なんですけどこれはそれこそ本当に秋田県でも福井県でもえ島根県でもまあ割とその人口が小さかったり本当に田舎のところでも,もうどこからでもインターネットつ,つながってさえいればできるんで、まあ、どこからでもできるとなんで、まあ、あのー 立地が悪くてなかなか集客できないっていうふうな企業さんがあればそれはあの、えー、立地に関係なくやってもらえますよという方法をお伝えできると思いますとただまあどんな業種でもできますねでうちの会社がまあいろんな企業の集客を代行するっていうふうなサービスなんですけども、えー、うちだけじゃなくて、まあ、どんなサービスでも飲食店みたいなとこでもできますし、えー、例えばじゃ半導体のメーカー修理屋さんでもできますし 部品を作ってる会社でも、えー、農家の方でも、誰でもできるというようなあのやり方になります。で、あの、さっき言ったように、まあ、うちも本当に初心者だったんで、っていうかなんなら今も初心者なんで、まあ、初心者でもできる方法ですと。で、あとは、まあ、確実な方法ですね、まあ。よくあの、SEO 対策とかネットの集客で、えー、頑張ってやれば、うまくいく方法、可能性もある方法だよっていうのもあると思うんですけど、 これも本当確実にやればやっただけ成果出るっていうような方法ですうちがまあやったらやっただけ成果が出てますとただあ,あのまあそのさっき言った SEO 対策みたいにまあえ半年ぐらい取り組んで少しずつ成果が出ますよっていう方法じゃなくて何ならもう登録したらすぐにえ成果が出るような方法ですと、まあ、それぐらい YouTube チャンネルを作る意味っていうのは まあちょっと後ほど説明しますけどまた無料でできますね YouTube チャンネルあの作ってあの動画をアップするのはもちろん無料でできますんでえ無料でやれる方法ですとあと今日お話しする方法って今のところあまり知られてなくてまあほとんどの企業でやってないんですねまあここまでやってる企業っていうまあもっと言うとこのやり方で あのやってる企業ってもしかしたらうち以外ないんじゃないかなと、まあ、他の会社はちょっと聞いたことはないんで、えー、他の会社より効率よくできるんじゃないかなというふうに思いますそれから簡単ですね本当にもうちの会社が簡単に継続してやってるんで、まあ、簡単に作れて継続できる方法じゃないかなというふうに思いますで結論を先に言っちゃうとまあただで稼げる方法なんでまあ今日にでも会社の YouTube チャンネルを作ってどんどん取り組んだほうがいいんじゃないかなというふうに思ってますと いうとこですねとでまあどういう方法なのっていうとこなんですけどえっとまあ先に大筋から言っていくと YouTube 動画とインターネット記事を合わせて作っていくことでめちゃくちゃ対象のお客さんに検索されるようになるっていう方法ですね。 で、この YouTube 動画とインターネット記事っていうのは、えー、同じような内容で合わせて作っていくっていうふうなことですね。で、これ何かっていうと、あの一番の肝も,も一番最初に出てくるんですけど、えっ、ー、と、YouTube 動画っていうのが、まあ、Google の検索にめっちゃ優遇されてますっていう話なんですね。で、あの、うん Google イコール YouTube、YouTube イコール Google なんで、YouTube は Google に買収されたんで、YouTube と Google っていうのは、すごくつながりが深いですと。で、今言ったように、YouTube の動画を作る、作って、インターネット記事に、ここに動画って書いてあるんですけど、動画を入れることで、このインターネット記事が、 めちゃくちゃ上位に表示されますよっていうことなんですね。で先ほど言ったように、SEO 対策って通常、なんか、まあインターネット記事をですね、えー、メタネームとかメタタグとか、こちこちいろいろいじって、いろんなリンク貼ったりとかですね、いろいろ、まあ、SEO 対策やって、半年でやっと成果が出てきますとか、そういうふうな大体こう、えー、パターンだと思うんですね。それぐらいの期間をかけるものだと思うんですけど、まあ今言ったように、 YouTube イコール Google なんで YouTube の動画とかをアップするとそのキーワードに関する Google の検索の結果にもう速攻で出てくるんですよねなんならドストライクの動画を作るともういきなり上げた瞬間に Google のまあキーワード検索の結果にすぐ表示されるとなってますでこれあのえっと何もあの え自社でその自社の傾向に偏った検索をした結果じゃなくてちゃんとシークレットモードでページを開いてえこのキーワードに関するそのキーワードに関することを検索してその結果にこの YouTube 動画がすぐ表示されるっていう形になるんでえ本当にすぐに即時でえ成果が出るっていうふうな方法になりますと。で えともうちょっと詳しく説明するとこのインターネット記事っていうのはえとまあこの動画と同じような記事を作っていってでこの記事の中に動画を入れることですごい上位に表示をされますとでこの YouTube 動画も最近はこの Google の検索結果に表示されるようになってるんで <laughs> えっとこのインターネット記事と YouTube の動画がその対象となるキーワードの検索結果の上位に表示されると YouTube はもう即表示されるしこの YouTube の動画を組み込んだこのインターネット記事ももうかなり早い段階で上位に表示されるというふうになってますとでどんどん進みたいんですけどえーこの YouTube とこのーと 記事は、えっと、検索狙いでで作るんですね検索狙いっていうのは Google のキーワード検索狙いの記事と動画を作りますと。で、えっと、最初に話したように、えー、個人の人向けの YouTube チャンネルじゃなくて企業とか会社の YouTube チャンネルなんで。 まあいろんな会社の方がええー、要は何か目的があってこう、えー、作るような目的があって検索してくるところの対策をしたチャンネルにするわけですね。なんでえっとえっとですね個人の人とかまあその個人が企業の立場で見てたとしてもえっと会社の チャンネル企業の YouTube チャンネルというのにはあんまりエンンゲージメントしないんですよ多分この動画をご覧になっていただいている方も、えっと、経営者の方だったり、まあ、あるいは個人の方で今たまたま見た方もいると思うんですけどそのどちらの立場だったとしてもどこかの会社の、えー、企業の会社のチャンネルを、えー、チャンネル登録してるってほとんどないと思うんですね。えっと、なんで これ何が言えるかっていうと、えっと、会社のチャンネルって、えっと、ま、要は個人が、えっと、会社にエンゲージメントするっていうことはないんですよ。だから会社のチャンネルを作って、チャンネル登録者数を増やそうっていうのはナンセンスで、ほぼほぼそんなことは個人はしてこないんで、めちゃくちゃ効率悪いんですよね。なので、この再生数とか、あるいはチャンネル登録者数っていうのは、 狙っちゃいいけないんですよ、まあ、あくまで検索狙い。検索されて、その検索した人の需要に対して表示をされるっていうところを狙うと。だからおすすめ、YouTube でおすすめに表示されるとかあの、そういうことは狙っちゃいけないです。まあ、狙っても意味がないんですね。なんで、まあ、YouTube と記事は、まあ、検索狙いで作ると、えー。再生数とか登録者数っていうのは。 でその検索狙いなんですけど、その検索のキーワードの設定なんですけども、まあ、ビッグワードは狙わないっていうのがありますねで。例えば、うちは、あの、先ほど言ったように、えー、ご存知の方もいると思うんですけど、まあ、いろんな企業の、えー、売り先を見つける、えー、取引先を見つけるサポートをしてる会社です。まあ、いわゆる営業代行やってます。で営業代行をやってるんですけど、例えば、 営業代行っていうワードってビッグワードですね。まあいろんな会社が営業代行やってますので、営業代行っていうキーワードで上位を表示させたいと思って、いろいろ SEO 対策とやっぱりやってるんですけど、えっと、ビッグワードで上位表示されても意味がないんですね、実は。これあんまり知られてないんですけど。で、あの、営業代行で Google の検索結果で、えー、半年ぐらい前に9位に入ったことがあります。で、 そこからまたいろいろこちこちやって、8位とか7位とか上がっていったんですけれども、えっと、そこからうちに問い合わせ来るってことが一社もありませんでした。で、それは、あの、9位だから8位だから7位だからってことじゃなくて、ある程度ページは検索されて、見られてるんですよ。なんですけど、問い合わせが入らないんですよ。で、なんだろうなって思ったときに、結局、ビッグワードで、 表示されたとしても、それってお客さんの見た人のやりたいことに本当にマッチしてないんで、ジャストミートにマッチしてないんで、え要はページを見たとしても問い合わせをしてくるってことが少ないんですね。お客さんって自分のやりたいことにめちゃくちゃマッチして初めて問い合わせをするんで、えっと、実はビッグワードよりも 狙わなきゃいけないのは個別の需要に応じたセカンドワードなんですね。例えば、営業代行っていうキーワードだったら問い合わせはないんですけど、例えば、警備業で営業代行とか、警備業で集客とか、警備業で取引先開拓とか、まあそういったような、例えば個別の事業とか、個別のやりたいことに応じた言葉、 まあそれがセカンドワードですね。より細かく個別の需要に応じたセカンドワードを狙うと問い合わせをかなり獲得できるので、えっと、ビッグワードでは狙わないでセカンドワードを狙っていくっていうことがポイントになってきます。で、そのセカンドワードなんですけど、えっと、セカンドワードの方が、まあ、検索上位を取りやすいんで、えっと、キーワード検索の上位表示をさせやすいので、えっと、まあそういう意味でもセカンドワードがいいっていうふうな ことになりますで例えばさっき言ったように例えばじゃあ警備業で、えー、例えば集客とかというようなセカンドワードを狙った時これは要はこれはですね警備業の営業代行警備業の取引先開拓をしたいと思ってらっしゃる方警備業の方からうちの会社に問い合わせをもらいたいっていうふうなことですけどこれは警備業の、えー 取引先開拓っていうこのセカンドワードだけで狙ったんでは十分じゃないんですよ。その警備業の方が取引先開拓とか、まあえー、集客とかいろんな言葉で検索した時に、まあ、どの検索結果にも引っかかってくるように、まあ、狙った分野のその言葉の動画っていうのを複数作っていくとこ YouTube 動画とあとはインターネット記事ですね これを複数作っていくってていいいくうな形でやっていきますそうすると、まあ、どの言葉でもこの YouTube 動画とインターネット記事がそれぞれのセカンドワード検索の結果に、えっとまあ、自分が登録した動画とか記事が複数ずつ出るようになるんでもうそうなるともうその分野で検索したらそこの会社の記事とか動画がもう何個も出るっていう形になるんでそうすると問い合わせがあのより取りやすく。 なりますっていうのがあるんで、まあ、狙った分野の動画っていうのは複数登録していくっていうのがポイントになりますと。で、この検索狙いだと,、えっと、時間が経つにつれ効果アップっていうことです。で、これは何かっていうと、えっと、SEO 対策をしていくと、やっぱり波があって、えっと、ずっと上位に表示させておくっていうには、やっぱりかなり力が必要ですよね。<laughs> でさらに上がががっったたりり下うのが あると思うんですけどこのセカンドワードの検索狙いのインターネット記事とか YouTube 動画を作っていくとこの検索される数ってほとんど落ちないんですよ変わっていかないんですよでそれに対応した記事とか動画を作ってる人っていうのはほぼほぼいないんで時間が経つにつれ YouTube 動画の 再生数はどんどん増えていくし、このインターネット記事が見られた回数ともどんどん増えていくんで、ほぼほぼ下がらないんですよ。一回記事と動画作っちゃったら、もうそれはずーっとこう検索される、コツ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 検索されるような形になるんで,で、そこに競合が入ってくることも今のところほとんどないんで、もうずーっと表示されて、ずーっと検索されて、ずーっと問い合わせが来ると。しかも、需要があるかないかわからない こういう方法をやってますよ、いわゆる営業代行ですよっていうことによる検索じゃなくて、警備業で営業代行とか、そういうような形で検索があったときに表示されるようなページなんで、より需要が強く持ってらっしゃるお客さんとか企業の方が見てもらえるって形になるんで、どん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 問い合わせの数っていうのはアップしていくと、期待値がどんどんアップしていくっていうふうな形になってますと、は。い でそれから、えっ、ー、と、YouTube 動画、作るの結構大変ですよねっていうふうに思ってらっしゃる方、多いですし、インターネット記事とかあの、作るの大変ですよねって、やっぱ皆さん思うんですけど、もう動画も記事も、結構、編集にこだわらないで、どん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 作った方がいいです。YouTube できちんとそのことについて話していて、ま,あ、まとめたあの、それをまとめた記事であれば、それも十分ですね。 なんか質がいいとか悪いとかで、多分その検索定義表示されるとかって、多分ほぼ決まらないんで、内容だと思うんで、まあ早くサーバーアップをして、まあ次の動画を作る、次の記事を作るってことが大切になってきます。で、ごめんなさい。ちょっと一個、あの、ここに書いてないんですけど、説明なんですけど、YouTube のこの動画っていうのは、えっと、あ,あ、これ前提としてお話したいのが、えっと、この話って YouTube とか、あるいは、 Google のアルゴリズム分かかっててますかっては全く分かってないんですよ全く分かってないんですけどなんで上位表示できるかっていうとおそらくこの検索をした人がこれを見たいだろうもしくはこれがあったら検索した人に便利だなっていうものをちりばめてるんですよこのインターネットの記事だったりあるいは YouTube の動画の中でそういうことをしゃべってるのでなので、えっと、そういった見た人に対してすごく便利なものこれ YouTube とか Google でも言ってますよねやっぱりそのユーザーに対していい動画を作ってくださいいい記事を作ってくださいっていうふうに言ってるんでその通りであのユーザーが便利になるような記事ユーザーに対して親切になるような動画を作っていくということで上位表示をされるようになってきますとであとこの YouTube の動画っていうのはおそらく喋った言葉っていうのが最近あの自動翻訳されて、えー、文字になって えー、字幕っていうのは勝手に出るようにあの勝手に表示させようと思えば勝手に出るようになってるんですけど、まあ、それこそ多分、えー、と上位表示にあの参考にされてるんじゃないかなと思ってます。YouTube の動画で喋った言葉っていうのは勝手に言語化されるっていうことはおそらく喋ったことが、えー、その決めてるキーワードとかサブジェクト、えー、に対してちゃんとあったような内容になってるから。 っていうふうなことでおそらく YouTube 上でされてると思うので、まあ、きちんとあのサブジェクトに入れたことを話していくっていうことが大切になってくると思います。はい、でそれから、えっと、このインターネット記事とか YouTube の動画をきちんと作って合わせて作っていくことで、まあ、上位表示っていうのはあの割とあの早い段階でどんどんされるようになると思うんですけれどもその時に えっと、問い合わせっていうのをより獲得しやすい形にしとくといいと思います。っていうのは、ま、記事を作って、動画を作って、なるほどねとお客様が思ったときに、問い合わせをする窓口っていうのは、意外とあの表示されてない場合が結構あったりします。詳しくはホームページとか。まあ、そういう簡単な書き方じゃなくて、えっと、これについて興味がある人は、例えばここに電話をしてください。ここにメールを送ってください。あるいは ここのホームページの問い合わせの、おまあ、欄から、えー、連絡先を入れてくださいとか、きちんと書いていくってことですね。で、ここに書いてあるように、電話とかの問い合わせっていうのが、半分ぐらいあるんですよ。しかも、電話で問い合わせ来るっていうのは、濃い問い合わせなんで、まあ、皆さん、電話で問い合わせしやすいし、まあ、やる気がある問い合わせなんで、えー、結構この、電話の問い合わせ先を書いておくと、結構ポイントですね。 まあこうちょっとテクニックなんですけど、ちょっとまあ大切だと思ったんで入れましたと。で、あとは、このインターネット記事はどこに作っていくのっていう問題があると思いますね。これ、例えばブログとか、いろんな他のサイトに入れるっていうか、登録するっていう方法もあると思うんですけど、これできる限り、自社サイトの下、自社のドメイン下に作った方がいいと思います。で、その方が早く上位表示されると思います。で、理由は、 その上位表示なんですけどなんで上位表示されるかっていうとやっぱりもともと自分で持ってるそのホームページとかの方がそのドメインの歴史とかがあるんである程度 Google でもあの見られてるページだとかっていうふうに判断されるんでえ自社のホームページの下に作っていくっていうことが多分え早く上位表示されるっていうふうなことになってきますね。あとなんかよくあるのがこの何て言うんでしょう えそういうこうお客さんを集めたいっていう人が記事に載せられますよっていうサイトに載せるとかあるいは何 <laughs> て言うんでしょういかにもそのお客様をえ集めたいがために作ってるページですっていう風なあな形になるともうセール集が出ちゃうんでお客さんがまあそこから問いわせしたくなくなるんですよね。 その見た人に役に立つようなページを作ってそれがまあ自社のページにあることでまあそのセールス集というのが出にくいのでできれば自社のサイトのドメイン化に作った方がいいんじゃないかなというふうに思います。でえっとちょっと最後にまあ書いてるんですけどこの方法って本当にほとんどの会社やってないんですよ。YouTube を作って YouTube のチャンネルを作って、その動画を作って、その、まあ、やってらっしゃる仕事に関連することを話していくだけで、めちゃくちゃ上位に優遇されて表示されるにもかかわらず、これやってる日にないんですよね。さっきも言ったんですけど、何が背景にあるのかなと思ったら、えっと、2つ、大体大きい理由があります。1個は、えっと、 ま,あまず YouTube でこうやって出たくないっていうのが結構あります。なので、えっと、ちゃんと企画をして、えー、例えば、えーまあ、ミーティングをしてその会議をして何な,ならキャラクターみたいのを呼んだり、えー、芸能人を呼んだりとかして、えー、やろうって決めてから例えば半年後ぐらいにやっと1本目作りますとかそういうような形で。えー まあ、企画に時間をかけてしまったりさっき言ったように何て言うんでしょうまああのえー、登場したくないっていことでやらないっていう方が結構いたりしますまあこれが大きいあの理由だったりしますねなんでその質とか全然問われないんでもうどん,どん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 自分で作っていくってこともあのやっぱり、えー、先にまあ他の企業に先んじてやるっていうことがやっぱりできると思いますし あとは、登場したからって結局、お客さんにはまああの動画で出なくてもいろんなところで見られてるんで、きちんと出てあの話していくっていうことで何かあの後ろめたいことはないと思うんで、どん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 出てえ話していけばいいんじゃないかなっていうふうに思ってますま。YouTube やっぱりあのすぐ取ってアップすることできるんで、どん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 やっていくっていうことであの効率よく売り上げにつなげることができると思うんで、特に、あの、まあ、 田舎でなかなかその集客する機会がないとかですね、中小企業でなかなかこう、人を雇って、営業を雇ってやることについて、まあ、費用がないとかですね、そういうような方でも、初心者でもできますし、本当に無料でできるんで、あと、今のところ全然知られてないんで、ぜひ、営業全然できてないっていう田舎の1人でやってる会社の方ほど、ぜひ、 この方法ににチャレンジしてもらえればなというふうに思いう思ますで本当に簡単にできてただで稼げて、えー、うちの会社でも初、まあ、めて数ヶ月で、まあ、いくつかですね動画を作ったっていうだけで、えー、先月でいうと月の売り上げを143万作ってるんで、えー、うちの会社からすれば、えー、すごくプラスで大きい売り上げになってるんで、まあ、同じような会社の方もいらっしゃると思いますぜひ取り組んでもらえればなというふうに思います。 ありがとうございました。